こんにちは、水木奈々です。さて皆さん、今日は何の日か分かりますか？そうです、2018年1月7日、今年最初の7の日でございます。ということで、そんなスペシャルな日を記念しまして、私が1月10日にリリースします The Museum 3 3枚目のベストアルバムの、全曲視聴動画を配信いたします。こちらのベストアルバムなんですけれども、2012年にリリースしたシンクロゲイザー、こちらのシングルから、去年、7月に2枚同時シングルリリースになりましたデスティニーズプレリュードテスタメント、このシングルまで、がギュギュッと収められておりまして、さらに、TM レボリューションの西川貴教さんとコラボレーションさせていただいた曲や、愛媛国体の曲、そしてですね、山寺浩一さんとデュエットさせていただきました花は咲くアニメスターバージョン、さらにですね、今年から、放送開始になりますバジリスク桜花忍法帳というテレビアニメーションのエンディングテーマが2曲収録されているという全17曲入りの超ボリューム満点な1枚に仕上がっております。 MV の方見ていただけましたでしょうか？睡蓮という曲で今回撮らせていただいてます新作 MV、 すっごく大人な水木を、堪能していただけるはずです。初めてモノクロでの撮影にチャレンジしたんですよ。とってもシックで素敵な、そして情熱的な思いをこう弾けさせた、そんな MV になってますので、皆さんぜひそちらもチェックしてくださいね。ということで、本当に、6年間の私の音楽の歩みがですね、ぎゅっと詰まったこの一作、ちょっとずつですけど皆さんに全曲聴いていただきたいなと思ってます。どうぞ。笑って誰よりも熱く、誰よりも強く抱きしめるよ。震えるほど揺さぶればいい。何かが動き出す僕ら、きっと生まれた日から出会える日もずっと探してたんだ。風もなく夜は思い出して、どこに奏でた奇跡、天に舞うよ。
来花もくすぐって本能が目覚める予感偶然のギミック過去さえ解き放って全てを信じる夢があるなら響き合うことは止められないよ行こう手を止めてその微笑みは離さない記憶と希望閉じ込めた愛に気づかず優しさと弱さの狭間で嘆いた儚く散る過去を開拓の生命気づいているでしょう全力を尽くした者だけ触れられ誇れるものがあれば世界中を覆うほどの涙も拭えるはず夢見てた未来美しいほど届かない現実に悲しい記憶が君が見る明日
いかがでしたでしょうか。1月10日に生まれるザ・ミュージアム3、皆さんぜひおそばに置いてやってください。そしてその直後には大きな大きなチャレンジが待ってます。1月11日から七水木ライブゲート2018スタートします。武道館セブンデイズライブ、いつもツアーといえばですね、土日がメインの公演だったので、今回は平日もありますし、7日間、11日の間に7日間という非常にタイトなスケジュールでの公演ということで、かなりドキドキしておりますが、4ヶ月前からいろいろとコツコツとトレーニングもまた始めましてですね、皆さんに最高のパフォーマンスを届けるべく今リハーサルも頑張っております。7日間、もうどの日もスペシャルなこと満載になっております。その日にしかないこともあったりなかったり、もうこれ以上はちょっと言えないんですけれども、とにかくみんなと最高にハッピーになれる空間、笑顔になれる、ステージを作りたいという思いでいっぱいです。皆さんぜひぜひ遊びに来てくださいね。ということで、2018年も水木奈々に全力でかかってこーい。水木奈々でした。